毎度ご視聴ありがとうございます。このチャンネルではね、野鳥の識別について皆さんにお尋ねしたり、お尋ねチャンネルということでね、そしてやらかしチャンネル、野鳥についてね、いい加減なことを言っている動画もありますのでね、情報には十分ご注意願いたいと思います。今回冒頭ご覧いただきましたキビタキに出会えた場所といいますのはね、小野市にありますね、鴨池一周ハイキングコースでございます。一周 4.8 キロということでね、5キロ未満のコースではあるんですがね、こういった季節歩くのには木陰がね多い場所をね結構歩きますのでね、助かりますね。こういった季節ね、まあ、夏鳥に出会える可能性はあるんですがね、シジュウカラですかね、先ほどご覧いただいたのはこれ一瞬でしたがね、後ほど出てきますけどメジロですね。こんな感じなんですよね、普段撮ってるっていうのはね。その間ね、昆虫を撮ったりとか、こういった季節の植物の姿を撮りながらね、歩いているわけなんですけれどもね、こちらね、カナヘビというね、トカゲの仲間が映っているのわかりますかね。同じような枯葉とね、色してますので分かりにくいですがね、実はこの場所にね、カナヘビと同じぐらいの大きさのマムシがおりました。マムシはね、本当にどこでもおりますね。そうこうしておりますとね、冒頭ご覧いただきましたこのキビタキに出会ったんですが、鳴き方がシンプルというか控えめというかね、キビタキのさえずりというのはね、ピッコロの音色に例えられるようにね、なんていうのかな、割とにぎやかというのか、まあ、華やかと言ったらいいのかね、そういった鳴き声が聞こえてくるんですが、どうなんでしょう、少しまだ幼い感じなのかな。エナガがね、こうフレームインしてくれて何か得したような感じがしたんですがね、まあ、キビタキはね、一度姿をね見せてくれますと、このように同じ場所でね、しばらくさえずってくれることがありますのでね、先ほどのエナガとかシジュウカラ、ヤマガラなどのようにね、動き回るってことがね、あんまりないこともありますのでね、殻の仲間っていうのは結構動き回ってることが多いですのでね、どうでしょうかね、色合いなどはね、オスの成長、一人前のね姿になっているように見えるんですが、少し鳴き声がね、さえずり方がちょっとなんか若い鳥なのかななんてね、勝手に思い込んだんですけれどもね、こちらがね、一瞬コサメビタキかなと思ったんですがね、キビタキのメスもね似たような姿をしているらしいので、そうであったかもしれないですね。あ、こちらはアメジロですね。このね動画ちょっと覚えていただきましてね、これは編集ソフトで明るさをね目いっぱい明るくしております。同じシーンをね最後に静止画でご覧いただきますがね、静止画は一切加工せずにね、あえてご覧いただきたいと思います。どの程度ね加工しているのか比較していただきたいと思いますがね、まあ、こういった場所を歩いているんですよね。まあマムシの話もしましたけれどもね、私はかつてあの山ビルにね取り憑かれたことがありましたのでね、本当はちょっとねこの山の中で一服したいなという気持ちがあったんですが、まあ距離的にもね短めだったのとね、木陰を歩いてますのでそれほどね暑さを感じなかったということもありまして、
ちょっとこう山の中で一服している間にね、山ビルにね取り憑かれたことがね、まあ別の場所ですがね、そういったこともありましたので、ちょっとねしばらく歩き続けまして、ちょっと開けた場所にね出ますとね、このようにカイツブリの親子に出会うことができましたね。カイツブリはね、もう子供の頃から水鳥といえばカイツブリ、そういった感じのね馴染みの深い鳥ではあるんですがね、このように子供連れというかね、ひなを連れた姿を見るっていうのはね、ちょっとこう意識をしていないとね見るチャンスがないと思いますが、あの背中に乗せてよ乗せてよみたいな感じでね、ちょっとつきまとっているような感じですが、もう大きくなった子は遠慮しときなさいよみたいなね、ちっちゃい子優先やおみたいな感じですかね。これはメスなんですかね、あの可愛さのメスがねたくさんのヒナをね背中に乗せている映像など拝見することがありますがね、今出てきたのがひょっとするとオスなんでしょうかね。このようにね、つがいで手厚くね子育てをしている様子、こういった身近でたくさんね見ることができる野鳥っていうのはね、こういった姿を見ることが、スズメ、ホウジロ、ツバメなどね、セキレイもそうですかね、よく見かけますけれどもね、まあ普通がいかにありがたいかっていうねことを今日、まあ、こういった撮影しながらもうね痛感したんですがね、夏祭りとか花火大会の様子がね伝えられるたびに、あ、これが普通だったんだよななんてね思いますよね。ただその普通がね普通ではないっていうことがねもう痛感しましたよね。ですからたくさんの方がね、まあその鬱憤が溜まってたわけじゃないだろうけどね、でもそういった気持ちはよくわかりますね。本当にこういった撮影ね、野鳥撮影しておりましても、普通がいかにありがたいか痛感してますね。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。